グランドプラザグランドプラザは、富山県富山市総ークルワに所在する、全天候型野外広場である。指定管理者は、株式会社まちづくりと山である。富山市が、中心市街地へ賑わいを取り、2007年9月17日にオープンした。当施設の両脇にある総ークルワフェリオと、グランドパーキングなどの入る総ークルワクビーの間に、通路を兼ねたスペース約1489。 平方メートルに両脇のビルの間に全面ガラス張りの天井をかけたものである。そのため当たり施設の規模は、ソークルワ通り商店街から平和通りまでの間の長さ65メートル、幅21メートル、天井までの高さ19メートルという細長くて天井が高めとなっているほか、ソークルワ通り商店街と平和通りからの 入り口部分は高さ5メートル部分まで、当施設の横幅全体が開放されたアーケード商店街のような構造となっている。また、ガラス天井を挟む形で両脇の施設をつなぐ空中通路が上下2本。地下には富山大和に直接出入りできる駐輪場があり、平和通り側に駐輪場用のエレベーターが設けられている。広場には下が 倉庫になっている競り上がり、式の舞台や277インチの大型ビジョンなどが設置され、ダンスライブやコンサートなど舞台を活かしたイベントから、ビール祭り、ワインフェスタなどの飲食関連のイベント、輸入車ショーやボクシングの試合、韓国やハワイなど、海外の地域紹介イベントなど、そして2008年12月から毎年冬に行われている特殊な樹脂パネルを敷き詰めて作る。 スケートリンクなど幅広いイベントに用いられている。人通りが少ない平日は移動販売車などが入って、買い物客らがくつろぐフリースペース的に用いられたり、七夕飾りやクリスマスイルミネーション春らしい季節感を演出する巨大カーテンの設置など季節を彩る展示も行われている。細長くて広さもあるためエコリンク開催中にクリスマスフェスタが行われるなど、 複数のイベントが並行して開催されることもある。アーケード商店街と同様の構造の野外広場だが屋内のように見えるため冬場のイベントで一部の客から苦情が生じたケースもあり、イベントの主催者が暖房器具などを用意する例も見られる。また夏場には太陽光がガラス屋根を抜け広場に差し込み高温になるため2012年7月にミストといわれる水を細かな 霧状に噴出式加熱を利用して冷却する装置を広場両側の道路面に設置した。これにより噴出口付近の気温が下がることが期待されている。2008年8月16日の集中豪雨の際には、投資施設内のマンホールから水が溢れ出し、ソークルはフェリオに向かって緩やかな下りになった投資施設の構造からソークルはフェリオの1階と地下に、 水が流れ込んで地下フロアが営業休止になる問題が生じた。2012年10月9日には、スケートリンクやコンサート会場になるなど、変幻自在で市民のつながりを形にした施設と様々なイベントに対応できるよう工夫され、特徴の一つである大きなガラス屋根の広場としてオープン依頼外中の賑わいを作り出した点が評価され、公共建築賞を受賞した。 ありがとうございます。